中日パウエル藤浪のツーシームを打てる右打者はいなかった。獲得球団はノーリスクハイリターンだ。中日などで活躍したアロンゾ・パウエル氏57が WM 会場で取材に応じ、ポスティングシステムにより米大リーグ移籍を目指す阪神藤浪晋太郎投手28の活躍に太鼓判を押した。制球難の時期も知るが、印象に残るのは右打者へのツーシームだと語り、あれを打てる選手はいなかった。とにかく鋭い。こちら米国でも有効だろうと断言した。大型契約を勝ち取ることは難しいと見られているが活躍するポテンシャルは十分にあるとし、メジャー球団にとってはローリスク、ハイリターンだと推薦した。そりゃ打とうとすれば打者にハイリスクが伴うんだから無理よ。獲得球団はノーリスクだろうな。まあリスクを減らすために獲得するのはありかもしれんな。それでもメジャー契約は無理やろうけど、取る側は実際ノーリスクやリターンは怪しい。それツーシームじゃなくてただの抜け球なんですよ。恐怖を植え付ける投球と組み合わせるとツーシームを打てる右打者はいなかった。極東から来たヒットマン、国際問題になるからやめろ。なお以前パウエルが絶賛したのはガーバー。ガーバー連れてきたやつが選手の披露しても何の説得力もないな。クラークも連れてきたからセーフ。